と思ってやってることはまあ日本酒を飲んでることぐらいしかないのでさすが国際聞き酒し、うん、そうですね、もうそれぐらいしか僕はできることがないので、はい、結構あれですか、飲んでるんですかそうですね、あの、うん、もうお家で飲むことがそれこそ増えてしまいまして、うん、でいろんな酒屋さんを回ってお酒を探したり、うんうん あとはその各都道府県やその各市町村のローカルのお酒を探すように最近はなりましたね、うん、おなるほど普通酒と言われるこの、今のまあ銀行酒や特別純米酒のようなこの特定名称酒と言われる、うん、まあいわゆるそのある程度基準を満たした、うんのまあ、相対的に質が高いと言われているお酒、うんえー、ではない。 うん、そのカテゴリーに入らないお酒っていうのを探して、うんえー、いることが多いですねあ普通酒っていうのがあるんですか、その純米とかじゃないやつのカテ,カテゴリーっていうかくくり方として、もともとそうですね、カテゴリー分けがそういうのがなかった時代があって、うん、でそのある程度、いいものを作って、こう酒造技術を高めようとか、うん、美味しいお酒を作ろうっていうので、特定名所酒っていう基準を定めたんですけれども、うんうん、そこに入らないものが普通酒。うんうん 言われててあのだ普通酒だから、じゃあ質が悪いのか、美味しくないのかって言われたら、そういうことではないんですよね。うんうん、で、あの以前、あの、まあ、都内のあるワインバーに行ったときに、うんあの、これ、イタリアワインなんですけどもあの、基準に不適合になったワインですって言われて、出してもらったことがあって、そしたら結構美味しかったんですよね。うん 何がいかんのですかと、何がダメなんですかって聞いたら、うん、そのあえて基準を満たさない先を作るっていう。へぇ、そんなのあるんやんで基で。基準を満たすためには、うんその、クリアしないといけない項目がたくさんあって、うん、でそれに縛られていいものは、自分たちの思い通りのワインが作れないっていう、うん、それが嫌やって、始めている。あの ちっちゃいワイナリーの人たちがフランスとかイタリア、スペインでは最近ちょっと出始めてきててなるほどねああのま僕で言うま日本で言う地域だけで回って普通集お話とまあ共通するんですけれどもあのかなメジャーデビューしたけどもやっぱり自分たちの思い通りの作品を作りたいというのでインディーズに戻るミュージシャンみたいな。るほど 要はその感じ近いですねうん、うん。基準に乗ったら要は全国流通とかするけど乗らんかったら全国には乗せれへんからそこだけで売るみたいな流れがあるって感じなんですか？はい、そうですね。特定名称を名乗れないので、うんうん、そうブランディングはしづらいというのがありますね。うん、なるほどな、うん。っていうのはありますね。へえ。なんなんつうの？どういうかじゃドメスティックブランドじゃうか。プライベート なんていうんですかね、ヨーロッパなんかでは、まあ、日本でも名称はあるんですけど、うん、原産地故障制度っていう仕組みがあって、これを名乗るためにはこの基準を満たさないかんっていう制度は、うんまあ、日本でも、えーまあ、フランスにもイタリアにもあるんですけど、うんまあ、それをあえてそこに適合させないっていうだい。そこに乗らんかったら、もううちの酒屋としてしか出せないってこと,ってことですか。 あの純米酒とか、その銀醸酒もう名乗れないんですよ。と、うんうん、なると、まあ、まああ地元のだけで回るというか、うん、あの売ることはできるんですか、それって。あ売れます全然<あ>、はい、じゃあ、もうそのじゃ純米酒とかじゃないけど、もうあそこの店の、あそこの店のあの銘柄うまいみたいな感じになるんですか、それって。そ,そうですね。あその,銘柄のでで地元だけで回ってる 地域でやったお,つお漬物屋さんとか、うん、お惣菜屋さんとか、うんあの、全国で回ってる、工場で作られて、パックされて出回ってる食べ物とかじゃなくて、うん、あのお惣菜屋さんとかお豆腐屋さんとか、家の近所にもちっちゃい頃結構ありましたけど、うん、あました、ねうん、あいうイメージ、ちょっとまあ、ちょっと違いますけども、ニュアンス的はそういう感じかなと思いますね。でもなんか、それはそれで好きだ人いそうですね、そういうの探す人。あで、そういうの探してるってことですか、ね、山崎さん。 ああはそうですねあーなるほど、確かに面白いかも、それ。で、特定名称名乗ってないので、味、うん、が飲んでみるまで想像がつかないっていう、ある程度は絞れますけど、さ、うん、飲むまでわからないっていうのがあって、うん、もしかしたら外れるかもしれない、うん、でそれが楽しみっていうんですかね。そうか、だからレコーダーでジャケット見ながらディグってる感覚ってことですよね、山崎さん。ああ、そうです、そうです。お酒を聞くまでわからないっていう。はい めっちゃいいじゃないいいですかそれいいのあったら紹介してくださいよそれの。<laughs> うん。まあそうですね、はい、なかなか全国で出回ってないので、うん、見つけたらちょっとまた持ってきたいと思いますはいそういうの面白そう僕もちょっとなんかそういうの興味あるかもまあ僕の場合はまだあのまともに全国に出てるやつの味もうちょっと分かってないからまあそこの勉強からですけどあはいはいはいそうかでも面白そううんなんかねそういうので、まあ、地域で そういったお酒であるとかものを作ってきたっていうそういう背景が通酒っていうものを通じて自分はちょっと見た気がしてそうか山崎さんのその目線から見た要は背景と味とかで一つ山崎さんはこの物語を感じてるって感じなんですかそそうでですねお酒を通じてととかあ音楽いたもの その背景である作家さんのストーリーであったりとか、うん、あと自分の思い出がダブったりとかいうことも、やっぱ感じることが時々あるので、うんうん、そういう時間っていうのは、なかなかいいなぁとい、ね、ああ、確かにね、うん。そうか、そういうところにね、そういうのを感じるっていうのもいいですね、うん、そうですね。 あのだからずっとこうね特攻のエンディングテーマ、まあ、オープニングもなんですけども1十、は、年、い、ずっと流してますけどあれを聞くとあ始めた頃なんかこんなやっとったなとかっていう、はい、ちょっとこうフラッシュバックしてくることはあんまあないですけど <laughs> 10, 10年間ずっと同じ曲使ってますもんねその時に俺ら作った曲をそのままあのオープニングは山崎さんのバンドでで,で、はい、エンディングは僕,僕がその時 多分作りたてあった曲を使ってるんですけど<あ>もう10年ですもんねうもう10年ですよ、うん、まああえて言ったろかなこれでっては,はい <laughs> 別に変える量もないですしね今もうないですねうんでなんかこうスパーンと入ってふわッと消えていくっていう、うんうん、そんな感じのイメージをなんとなく僕もしてたので、はい、それでえっかっていう、はい いや僕も一瞬考えたんですよ、100回超えたし、ここで変えたろうかなっていうの一瞬思ったんですけど、はい、はい、でもなんか、あのー、思ってるうちにもう100何回になったからもうええわってなってるですね。<laughs> <laughs> もうちょっとタイミングを、ね、そうそうあのそう変えるにはもうタイミング逃した感がある。うん、ありますね。はい、じゃあ次、もし続いておったら200回のとに考えましょう,う,、ね、しょうはい <laughs> もしか。また別のシリーズ